ましてこんばんは。あ、まだまだ元気が残ってますね。ご紹介をいただきました栃木市議会最大会派大樹の広瀬義明であります。松山隆之君とは市議当選後5年間共に活動してまいりました。まあその兼ねが、まあ、今回県議選に出るということで、ただその最後の踏ん切りをつけたのが我々会派の大樹の会派の議員であったと、私はその現場に立ち会わせていただいておりますのでよく知っております。まあ皆さんが増山隆之という男をどのように感じているか、彼で出ると決めた時私の前で泣いたんです。36の男が涙ボロ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 顔をくしゃくしゃにしている、その泣いた理由が、友達があんな強いライバルを相手にお前勝てるのか、お前を傷つけたくないからやめた方がいいよ、泣きながら増山に言った。増山はこの栃木市のためにどうしても俺は働きたい、栃木県のために働きたいんだ、二人で泣きながら話をしたそうです。その話を聞いて、まあちょっと私ももらい泣きしまして、まあ私が泣いてもねあんまり絵にならないんでその辺は思い浮かべなくていいですよ。そんな増山の性格は、友を大切にできる、仲間を大切にできる、友を大切にし仲間を大切にするということは周りの方を大切にするということ、ご近所の方、栃木市の方、栃木県民の方、彼に関わる全ての人間を大切にできる人間だということでございます。つまりは議員として人に信頼される、人を裏切らない、その人のために働くという一番大切な思想を増山隆之は持ち合わせているということでございます。今の栃木市6人の候補者が出ております。増山君以外の他の5人にそれだけの資質があるのかどうか私には疑問に燃えてならない。ですから今回栃木市最大会派大樹は自信を持って増山隆之を支援することを決意いたしております。栃木市の議会の最大会派が応援をする、これはね、もしもの時は最大会派が笑われる、栃木市議会が笑われる、栃木市が笑われるということでございます。つまりはここにご参集の皆様が増山君にもしものことがあった時は笑われちゃうということなんですから、残り2週間我々も身を粉にして働かせていただきます。ぜひ皆さんの力をお貸しください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。その盛大な拍手をぜひ今後も増山君によろしくお願いをさせていただきまして、栃木市議会最大会派大樹の代表いたしました挨拶にさせていただきます。ありがとうございました。